妻、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アークセスです。今回もあかりさん、あかりさんじゃない、あかりさんはあれだ、別のチューバーの人だ。ゆかりさんのライブの最後になるのかな、これがね。今日は角祭りをするって聞いたので、私はね、単位使おうかなって思いますわ。ではね、バトル開始まで飛ばすと思いますけど、行きましょう。皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アクセスです。マジか。春の、あ、いや、秋の角祭りをね、初めに来たんですけど、あ、6番さんが落ちてしまったか。味方さんと敵さんが一人ずつ落ちたのか。ほら、よいしょ、角をね。おー、正規末だ、正規末だ。角、正規末だ。おー、こんなもん撃っちゃった。あ、危ない。やべえ、やばい。なんて生活なんだ。やばいやばい。さて、どうしようどうしようどうしよう。お、ここで座ってるよ。よし、対話しよう。対話しようぜ。対話しよう。ね。いや、仲良くね。回復しながら対話する。おい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 
やめてください。よし、じゃあタイムマシンを。おっと、こうやって、お、戻るか。よし、私が戻ろうか、じゃあ。クーライナー能力カークをぶちまけていく。よし、いいぞー。ターンウェイ、おいカークが飛んでくるんだよ。やめてくれ、グワーやめてくれ、グワこれが見てください、見てください地球の皆さん、これが世紀末ですよ、これが世紀末ですよ、見届けてください、これが世紀末なんです。さあどう攻めてくる。いいね、ナイス。おい姉さん、対話しようじゃないか。よし、やあ赤井くん、いやどうだい調子はね。えここでね、みんながね戦ってるのね見学するのもまたオツってもんじゃないですかね。あ、ゆかりさんかな。あ、違うな、ゆかりさんじゃないね。おやや、あらら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 。うわぁ、うわぁ、なんて世紀末なんだ。ふぅ。いやいや、どうだい調子は、皆さん。やめろっつってんだろこら。よし、こっから投げてみよう。ポイッと、もっと積極的に核を使うんだよアクセス。うー、後ろから核が飛んできている、後ろから核が飛んできた。やべえ、なんて世紀末なんだ。皆さん、それはやることはもう決まってるんですよ。ここでカップをぶん投げていくんですよ。競り合い外していく。さて、カップのリキャストを早めるために月光町を展開し、そしてここだ、月光町である。いくぜ、引き逃げアタックだ。あそこで対話したいんだ私は。ここだ、おっと、核のリキャストがまだ終わってないんだよ。ここで、よし、ここで核をくらいながらぶん投げていくが、しかし敵はダウンしている。カウンターダッシュで近寄っていく、よし、ここで対話しよう。ここで対話させてくれ、おい対話させてくれ、私はこの子と対話する、対話するんだ、対話やめてくれ、おいやめてくれ、私はね、ここで対話しようとしてるんだよ。あ、核が、ああ、ここで座って対話しよう。アンカイが跳ね落とされるぞ。とりあえず降りましょう、やるか。よし、とにかく核をね、ぶつけていきたいんですよ。ここだ、よっ、もう何が起こってるか分かんない。これが世紀末です。これが世紀末。
ここだ、ここでーい。こいつを食らいやがれ。あーごめんよ、アンカイ君。アンカイ君、なんか囲まれてるぞ。おい、なんて正教さんだ。耐えたか。あー、ぶってきた。おい、耐えましょうよ。この対話は痛いわ痛いわとか言っちゃったりして、さてとさて、こいつのくらいだ。おカークのカークが食べられてるの落ちなさい。大丈夫大丈夫、月光町が閉じてしまったか。あいつこいつを食らいやがれ。さあカクが、さあ行けぜ。シルダッシュカードハンマードーン、ビームライフル、ビームサーベルドーン。あ、味方が落としてくれた、助かったよ。さて突っ込んでいくぜ。ここだ、やべやべ、カウンターダッシュドーン、カウンターダッシュドーン、カウンターダッシュドーン、ドッシュドーン。ドうかつにダッシュで距離を詰めたらやられていったでござる。こいつをくらいな。クラッカーを投げてしまったか。さあどうする、おっと来るか、大丈夫大丈夫、こいつをくらいな、こいつをくらい、おっとこういう時こそね、もう対応しないと。よっしょ、さて、どない調子を。おい、どこ行くんだ、どこ行くんだ、赤井くん。あーブーストがないよ。さて、あー平和だ、今日も平和だ。ここだ、よいしょーい。あらーん、すまんな、これが核の恐ろしさなんだ。よし、じゃあ対話していこうぜ。対話対話、この対話は痛いわ、この対話は痛いわ。さて相手しますか。じゃあ、お味方機はやられましたか。さてじゃあもう一度月光町を展開した対話でもしますか。よし、ついていこう。月光町で左についていこう。おい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 、赤井くん、赤井くん、赤井くん、とりあえず月光町を展開してみる。よいしょーい、どうか、ここいつをくらいな。よっ、あれダウンして助かったの、やられたかと思ったら、このチャンスは生かしたいぞ。よっしゃ、ナイス、お疲れ様でした。俺たちがガンダムだ、タマン様万歳。左下が黒くなってるぞ、東方が赤く燃えちゃいましたね。いいファイトした。いや、赤く燃えたというか、もう核で全てがもう燃えましたね、本当に。核ドーン、核ドーン。今回も赤井君と対話はできなかったよ。というわけでね、秋の核祭りでしたね。なんていうか、もう世紀末でしたよね。やばいね、もう今回もね、次こそはね、赤井君とね、対話をね、果たしたい。赤井君の対話をね、果たしたいですわ。でも、赤井君の勝算を。いやー、しかし、なんか、それ、ね、開幕から落ちてしまって残念だったな。味方に勝算を送って。まあ、こういうこともあるよね。うん。よし。というわけでね、全員に勝算を送って、行きましょうか。戦績はな、もうね、ドベですよ、ドベ。うん、ね、もう戦績は関係ないんですよ。いや、戦績は関係ないんですよ。これはね、祭りですから、と言い訳をしていくアクセス。というわけでね、単影ガンダムでしたね、レックスの石鹸が。これはパーツを使って開発するしかないんじゃないか。レックスで、リア充でも、ね、殲滅してやるぜ。というわけでね、秋の核祭りでした。またね、皆さんもね、ゆかりさんの生放送、ぜひぜひ参加してくださいね。いつもわちゃわちゃやってるんだね。ではね、今回もね、生放送に参加させていただいてありがとうございました。バーイ。